筒鳥は、格好目格好下に分類される鳥類の一種。東南アジアからシベリアにかけて分布する渡り鳥である。格好やホトトギスに近縁で、同様に拓んの習性を持つ。繁殖期のオスの、ポポ、ポポという鳴き声が筒を叩くような響きであり、和名はここに由来する。中国語ではホトトギス、格好との大きさの比較から、中途圏と称されるが、オスの鳴き声による、 方法調という属称もある。全長約33センチメートルで、ホトトギスと格好の中間、キジバトくらいの大きさである。体型は格好などと同じくスマートだが、体色がやや濃く、光彩が茶色っぽい。また、メス成長には、背中側全体が赤葛色の地に黒い横島を呈した赤色型も存在する。シベリアから中国南部、 ヒマラヤ地方で繁殖し、東南アジアからオーストラリア北部にかけての地域で越冬する。ただし、マレー半島からボルネオ島にかけては渡りをしない、個体群もいる。日本には夏鳥として捕イし、四国以北で繁殖する。平地から山地の森林内に単独で生息するため姿を見る。機会は少ないが、渡りの時期には都市公園などにも姿を現す。 樹上の昆虫類を捕食し、特に毛虫を好む。地鳴きやメスの鳴き声は、ピピピ,ピ、と聞こえるが、繁殖期のオスは、ポポ、ポポと繰り返しなく、他の格好家の鳥類と同様に自分で、卵やヒナの世話をせず、森林内で繁殖する、ウグイス科の鳥類に拓乱する。日本では特に、仙台虫食いフィラスカパスコウの多数への拓乱が多い。その他に、 メボソムシクイヤブサメメジロキビタキオールリ参考長、ウグイス・ホウアカの事故アオジモズ・ビンズイに拓卵した例が報告されている。白色、または泡褐色の地に褐色と泡紫色の小判点が散在する卵を産む。しかし、赤い卵を産むホトトギスのほとんどいない北海道中央部以北では、ウグイスの卵に似た赤い卵を産むことが報告されている。 清須幸康、造法改定版日本鳥類大図鑑に、講談社、1978年、小林圭介、拓乱性ホトトギス類と帰宅種との卵、鳥と、自然89号、1998年、1から15ページ樋口 H& 佐藤 S、アン・エグザンプル・オブ・キャラクター、リリースインホストセレクションエグカラーオブククズ、旧カラス SPP, イン・ジャパン、アイビス。 1984ピアニッシモ398から404 77ありがとうございます。